皆さんこんにちは。春アニメは楽しまれましたでしょうか。6月も終わりということで、最高に楽しんだ春アニメの感想評価と、今月はかつてない充実っぷりだったチャンネル活動を振り返ってみたいと思います。皆さんも自分の歴史に残った春アニメなんかがありましたら教えてください。それでは行ってみましょう。それでは春アニメについてちょっと振り返ってみたいと思います。最後まで見てるというか、まだ終わってない作品もあるんですけど、自分が楽しんだ春アニメのラインナップとしてはこの19作品になっています。はい。途中から追いついたゴールデンカムイなんかもそうなんですけど、まあね、枠組みとしてね、大雑把に分けるんやとするとね、上からね、1列目から4列目まで分かれていると思います。1列目はね、もう熱量高くめっちゃ面白かった楽しんだわ。ですね、いわゆるおもろすぎた頭おかしなるで枠であるか、もしくは俺の寿命を半分やるから続き作って作品枠になってるかなと、思われます。で、2列目はじゃあ何かっていうとですね、これはね、出会えてよかった枠ですね。意外性っていう意味では多分一番意外性が高かった列のね5作品になってます。つまり自分として見出してみた時に新しい発見が多かった、見続けていたら評価がガラッと変わった、それとともにですね、タイミングを逃していればすれ違っていたかもしれないっていうところで、ここで出会えたことの幸運はもしかしたら1列目より高いんじゃないかなというふうに思われます。自分はね、1列目の作品に関してはね、今回見てなかったとしてもいずれ巡り合ったような気がしてるんですよね。はい。3列目に関して言うならですね、安定感を持って、みんなと一緒にね、楽しく見れたよっていうところ、続きものとかこの先の展開をね、想像できるからこそ、春アニメ枠かっていうと、自分の中の印象としては、ちょっと弱めかなというふうには思います。穏やかに楽しみましたし、ずっと楽しんでいけそうな感じですね。4列目に関しては、最後まで見て、それなりに自分としてはね、エンタメとして満足をしましたので、はい。続編が出てもちょっと見るかは分かりませんけどね、とりあえず自分の中でね、納得や満足は味わえたかなというふうに思います。そんなわけでほとんどね、切ることなく19作品ね、ここまで来ることができたので、やはり今回の春アニメっていうのは自分の中では幸せだったんじゃないかなというふうには思いますね。で、全体的に今期は自分は意外と楽しめたラブコメが多かったのと、SF 要素が混ざってきたことによってすんごい楽しかったっていうね、この2つだったかなと思います。 SF とラブコメの印象が強い、そんな感じになってました。はい。そんなわけでじゃあね、ちょっと自分の中でね、触れておきたい作品だけ10作品ほどね、増えておこうかなっていうふうには思います。はい。では順番にね、言っていきましょうか。で、自分の中でこうアニメ史が塗り変わったんじゃないみたいな、そういう作品の話もね、3作品ほどしていこうかなと思います。はい。よろしくお願いします。まずは天国大魔教ですね。はい。今期一番動画を頑張ったというか、その当チャンネル、アニメ感想考察をするチャンネルとしてはね、一押し作品のうちの一つになってくるかなというふうに思います。これとスキップとローファーが2枚看板的ではあるんですが、天国大魔教はやっぱりその謎がね、世界からの謎が多いし、SF になっていますので、みんなであれこれ考えるのも面白いし、純粋に見返した時の発見がすごかったんでね、一押し作品、しかもですね、ちゃんとその謎が全然わからないままじゃなくて、毎回ね、1話ごとに本当にちゃんと面白いんですね。で、謎が増えたように見せかけて、実は他の謎が消えてるっていうね、綺麗な構造になっていました。で、一番見せてくるのは何かっていうと、世界観とキャラクターの関係性っていうね、非常に僕的には大好みのね、内容になっていました。本当にね、キャラクターに対する共感がめちゃくちゃ高いのよ。世界観が違うから我々とは全然価値観が違うんですよね、出てくる登場人物たち。でも何なんだこの共感性はっていうところ。ただこの作品に関しては完結していないですし、2期を待つしかありませんのでね、ここは待っておきたいと思います。素晴らしい作品としてね、歴史に残るっていうにはまだ2期を待つしかないんじゃないかなと思ったりはしています。2つ目、スキップとローファーですね。こっちがね、本当に天国大魔教とスキップとローファーでものすごい満たされていたシーズンだと思うんですけどね。こちらはね、ストーリー、シナリオがね、もう最高でしたね。はい。学園コメディという、ジャンルになりますが、自分はアニメを見る上で作画とかアニメーションとかその演出とかっていうのはそこまでこだわってなかった人で、じゃあアニメ楽しむ上で一番、重要視したのって何かっていうと、ストーリーなわけですよ。シナリオというかね、ストーリーなわけで、だからほとんどのアニメってその漫画原作のものは漫画の方がいいなと思ってスルーしていたりね、結構こうラブコメとか少年漫画とかに関してもスルーしがちだったところがあったんですけどね、これは違いましたね。まずストーリー、シナリオ、僕が一番重要視しているところの完成度がダントツなんですよね。爽やかに清涼感とともに学園コメディができるっていうね、本当に登場人物たちが全員とても優秀で察しが良くて、でもそれゆえの悩みを抱えていて、ね、その描き方と解決方法と、切り口、見せ方っていうところとキャラクターの魅力っていうところがね、めちゃくちゃうまくてですね、本当にこの枠組みでストーリー作るのってめっちゃ難しいよねっていうハードルをね、毎回軽々と、超えてきたなという形にはなっています。そしてそれをこう 100% 生かそうとしてくる、アニメーションとか演出っていうところをですね、もう拾えば拾うほど楽しいし、拾えば拾うほどキャラクターが好きになれる、いい構造だったんじゃないかなというふうに思いました。もちろんこれもね、いい形でワンクール締めてはくれたんですけど、でもまあこれはね、続きあっての、作品だよねというふうに思いますので、はい、春アニメとしてというよりもね、また2期を望んでいく作品じゃないかなというふうに思いました。3つ目が江戸前エルフですね。自分的にはね、これがまあその自分の中ではある意味アニメの歴史、自分の中のアニメ史を塗り替えた作品の一つになっていますね。何かっていうと、日常アニメの理想系ですね。自分が今まで出会った日常アニメ、変わらない日常を描いていく微笑ましいね、ストーリー、物語の中でですね、自分の中ではこれが自分が求めていた理想系なんだなっていうところが見つかりましたね。そういう意味ではね、なんか日常系アニメ、好きな日常アニメはって言われた時に、自分はこれを出したいなというふうに思いました。はい。日常系アニメと日常アニメの違いなんかも多分いろいろややこしいところはあると思うんですけど、はい。まあなんというか、ずっと続いていく枠組みとして物語が、綴られていて、だから江戸前エルフってワンクールはすごく綺麗に終わっていたんですよ。これからも続いていく物語ですよねっていうところで、綺麗に終わっていたんで、もう何の不満も、ありません。もちろん2期は見たいしね、2期が来たら全力で乗っかっていく形になるんだけど、ここはしっかりとね、完成されていて、むしろ原作にね、行ってもいいかなと思ってはいます。そんなわけでね、ちょっと日常アニメとしては自分の、なんというか、ずっと続いていく前提なんだけど、でも永遠じゃない夢の輝きって絶対そこにあるよねって、見えるような形にはなってました。もちろんこれ、その自分はアウトドア系の日常ものみたいな、なんかこう、主人公が何らかの趣味とかアウトドア的なね、スポーツとか課題に取り組む系の日常ものっていうのもね、最近だと結構流行ってるものにはなるんですけど、それとは違う枠組みとしてね、本当に2人が会話劇を繰り広げる変わらない日常を書いてるものとしては、まあ自分はこれがね、ちょっと歴史を塗り替えたというか、その理想の形がこれだなというふうに感じましたね。続きましてバーディーウィング、これはね、まあ麻薬ですね。自分の中でこれが必要とか自分にとって大事なものっていうわけではなくてね、なんかこう初めて酒を飲んで酔っ払ったみたいな感じでね、楽しませてもらいました。いや、15ヶ月いい感じに酔っ払ったなと、思っていますし、まだ酔いが残ってるんでね、なんか酔いが冷めてからまた冷静に考えればいいかなというふうには感じてます、ね、そんなわけでこれもね、春アニメって感じしないんですよね。1年間以上僕はずっとバーディー言ってね、生きてきたので、はい、今期の印象は少ないんだけど、でもいい感じにね、この世界観とね、なんか圧倒的なパワーに酔わせてもらったと思いますし、あとやっぱりゴルフアニメって面白いよねっていうところが、自分の中にはね、焼き付きましたので、はい、これもね、一緒に楽しめてよかったなというふうに思ってます。そしてまあ1列目最後は水星の魔女ですね。これね、本当に見る予定なかったんですよね。ガンダムは本当にガンダムシードを昔ちょっと見たことがあるかなぐらいのね、おぼろげな記憶だった感じだったんですけどね、ちゃんとガンダムっていうものを見ましたが、まあ SF もロボットも僕は詳しくないんですけど、がっつりハマりました。まあロボットのことはよくわからないんですけど、つまりがっつりハマったといってもですね、ガンダムマニアの方々にとってはね、まだまだだと思うんですけど、ともあれでも水星の魔女で描かれた人間ドラマに関しては、自分はかなりね、切り込んで見ていくことができたかなというふうには思います。はい、とにかくまあその人間ドラマの余白の作り方がうまくて、そこをね、なんか考察で埋めるのがとにかく楽しかったし、多分これは二次創作がめちゃくちゃ盛り上がる、タイプの作品だなというふうに思いましたので、これをね、ちょっと楽しめたことは自分の中ではね、結構センセーショナルではありました。では2列目に行きましょう。出会えてよかったわけですね。はい。1つ目は神活ですね。これはまあちょっとね、前のその語るね、アニメ語りでも言ったんですけど、まあ神活としては、神なき世界の神様活動、こちらはまあ SF 的な面白さがね、シナリオの中にしっかりと詰まっていてですね、まあ最終回まで迎えてはいないんですけど、ある意味意外性ナンバーワン作品だったなと思います。そしてですね、次に来るのがね、まあ、僕ヤバですね。僕の心のヤバいやつ。まあ別に順位付けをつけてこの場所に並んでいるわけではないんですけど、自分の中ではこの僕ヤバって、まあ、圧倒的にこうラブコメなんですよね。でラブコメの中ではですね、本当にストーリーが丁寧で雑なところがなくて、そして、シナリオがちゃんと高クオリティで、その映像もちゃんと高クオリティっていうところで、本当にラブコメのお手本としてね、まあ、どこに出しても恥ずかしくないかっていうと、これは恥ずかしさがその味わいにもなってるからこそね、難しいんですけど、なんかね、いわゆる最初にハマったラブコメがこれの人たちってマジ羨ましいなっていう、そんな感じですね。ラブコメっていつの時代も出てってですね、まあ、人々の心をこう掴んではきてはいるんですけど、自分がまあね、かつて好きになっていたラブコメなんかもあるはあるんですけどね、でもそういうものたちってそのシナリオ的に僕は気になる部分とかですね、雑な部分が気になっていたんですよ、楽しみながらもね。でもね、この僕ヤバはね、それがなかったね。全部が高品質だった。特に僕が重要しているシナリオの部分がね、そこがすごかった。だから面白いラブコメのスタンダードになったんじゃないかなと自分は思っていてですね、はい。なんか人に勧められた時には僕ヤバはいいよねってみんなと一緒に共有できるところは、自分を出会えてよかったなと思います。いや本当にこれはね、すれ違ってる可能性が高かったですね。続きまして「君は放課後インソムニア」、これもね、1話2話ぐらいから印象がガラッと変わった作品ですね。これもね、だから本当にまあ僕ヤバとね、それこそ歴史という意味ではエドマエルフと、そして3つ目がこれですね「君は放課後インソムニア」が自分の中のアニメ集をこうアップデートしてくれた感じがありました。でこれがアップデートしてくれたのは何かっていうと、その青春感っていうものですかね。いわゆるこう青春っていつの時代もあって、まあ、さっきも言ったのねフレーズを言ってますけど、でもその時代のその学生たちってその今と違ったり当時と違ったりするわけですよ。で、時代は変わってるんだけど、でも昔と変わらない青春の輝きみたいなものを見て、楽しめるっていうところだと思いますし、逆に昔と変わってしまったものに関しては昔の作品に価値が出てくるものだと思うんですね。それでですね、例えばこう放課後インソムニアはちゃんとラブコメを後半しっかりしてはいるんですけど、ラブコメにおけるすれ違いとかってこう携帯とかスマホが普及して分かりにくくなったというか、雑なシナリオやと作りにくくなったわけですよ。人物が連絡不備になって会えないとか、ね、場所が離れとって連絡が取れなくて困るみたいなことを作るためにちょっと強引な話とかをね、しなきゃいけなくなったりだとかですね、逆にそういうすれ違いって今の子たちに共感あんまり得られないよねって普通ないからね、いうところなんですけど、そういったところのね、その情報がアップデートされてるんですよ。この時代感の子たちの青春をちゃんと書いてるなっていうのが、この時代感じゃない我々にも伝わってくるっていう、ところになってまして、特にこのスマホとかですよね。スマホが物語に出てくるとかですね、まあ、最近のその SNS とか流行りとかを物語の中にまあ取ってつけたようにですね、導入する作品っていうのはよくあるんですけど、この作品は本当にそのツールを使いこなしてる子たちの新しい関係性の作り方、みたいなものをですね、なんかドヤ顔じゃなくて自然体で描いてくれる形ね。だからこうスマホを使った新しいこうイチャイチャの仕方みたいなところを含めてね、見せてくれたのはね、自分の中でちょっと新しい時代が来たことをね、感じさせられました。はい。まあ、高所のことを言ってますけどね、まあ言ったら面白かったっていうね、それだけの話ではあります。大人に銀河ですね、これもちょっと前に話したかな。SF ホラーの成分をこう一滴混ぜるだけでですね、こんなにラブコメが面白いものになるんだなっていうところをね、発見させてくれました。よかったと思います。そしてですね、まあ一応こう2列目の最後としてはね、可愛すぎクライシスを挙げとこうかなと思います。これは、まあ宇宙人が地球を侵略しに来たんだけど、猫の可愛さに当てられてね、やられてしまうって、ノックダウンされてしまうっていう1話から、変わらないこのギャグ鉄板をずっと貫き続けたんですけど、こうペットとか動物とかを使ったギャグっていうのは自由度がめちゃくちゃ高くて何でもできるんですよね。でも何でもできるからこそちゃんとこの世界観作品観に合ったものを選んできている感じ、そこがブレなかったのは良かったですね。自分は自分にとっては気持ちのいいギャグだけで構成されてるギャグ漫画とかギャグアニメって本当に貴重で、それが自分の中ではね、かなり印象に残ったりはしています。はい、そんな感じで、この春アニメ相当楽しませてもらいましたね。3列目に関しては、まだまだ続いていく物語としていいんじゃないかなというふうには思っています。くまくまくまベアに関しては分からないですけど、僕は3期があるんじゃないかなと、信じているのはいるので、いいんじゃないかと思いますし、はい、4列目に関しては、自分は大体ね、それなりに楽しんで満足しましたので、はい、良かったかなというふうには思います。皆さんもですね、いやこれが自分の中ではマストだよとかですね、これは自分の中の歴史をね、この部分では変えたよ、みたいなのがあったら教えていただければ幸いです。あとはチャンネルとしての取り組みとしまして、なんとライブがね第100回をね、迎えました。はい、アニメ型ライブということで1週間のアニメをね振り返ろうっていうところで、2年ほど続けてはきたんですけどね、無事、こんな感じですね100回超えまして、皆さんにアンケート協力いただきました。チャンネルとしての看板作品を決めようというところ、投票結果だとかこの時のね投票で自由記述にいただいたコメント返信なんかの動画もね、作っていますし、概要欄にリンク貼っときますので、興味を持った方は見ていただければとは思うんですけどね、なんだかんだでね、アニメのことを楽しみたくて、そしてアニメの満足度をみんなで上げていくための集まりっていうところで、始めたライブ、コンセプトを変えずにやっぱりちゃんと続けてこれたことは応援してくださった皆さんの、おかげだなというふうに思っていますし、今後もね、ちょくちょく状況とかやり方とかをね手こ入れとかして変えながらもね、楽しく続けていければ嬉しいかなというふうに思います。ご協力ありがとうございます。そしてここからもよろしくお願いします。そして6月はね結構いろんな楽しい交流があったんですよね。はい、みんなでワードウルフというゲームをやってみたりだとか、呼んでもらってねお話ししたりだとかね、それからみんなでアニメウミガメのスープに呼んでもらってね、楽しんだりみたいなことがあってですね、結構ね交流も楽しませてもらいました。自分的にはね、あんまり人とね関わることは得意ではないんですけどね、そういう意味ではこの6月はかなり異例だったと思われますし、そしてなんといってもね一番はね石川県聖地巡礼じゃないかと思います。これ赤ペンチャンネルさんとね、協力してもらって聖地巡礼いろいろ巡りましたが、スキップとローファー、君は放課後インソムニア、ドマエルフというね、この3つをねしっかり楽しんでるものとしてはね、このシーズンに石川県行っときたかったんでね、行ってめっちゃ楽しかったですね。楽しかったというか、悔いなしみたいな感じで、いろいろと巡れたのが良かったですね。はい、この石川県動画に関してはですね、すでにもう動画出していますので、またまだな方はねぜひリンク見ていただいたらと思います。自分的にはやっぱり行ってきてこんな楽しいことしてる自分を見てっていうんじゃなくて、皆さんにもちょっと行ってほしいし、皆さんがこの石川県じゃなくても他の聖地巡礼、行く時にこういうことを知っといたらいいなみたいなところでですね、役に立ててもらえたら、嬉しいなみたいなコンセプトでやってます。うちのチャンネルはやっぱり作品の面白さを味わったことによって何かが豊かになるといいよねって、それは自分の行動であってもいいし、体験につながるのでもいいしね、そんな感じでねなんか豊かになってほしいなと思いながら、自分は動画を出したりライブでね皆さんと感想を共有したりしていますので、はい、そういった意味ではこの石川県動画出してよかったなと思いますし、自分もまたね、本当にアニメを見て何かやってみたいと思ったことを実践するみたいな形でね行動につなげていこうかなというふうに思っています。最後までご視聴ありがとうございました。今回は春アニメの振り返りと活動の振り返りをやってみました。春アニメでね、語りきれてない部分とか、まだね、最終回を迎えていない、もしくは僕はまだ最終回を確認してないものに関してはですね、毎週やってるライブの方でね、また発信したり共有したりしていけるかなと思いますし、皆さんのね、春アニメに対する思いなんかもまたコメントいただければ嬉しいです。はい。でですね、夏アニメがそろそろ始まるわけですので、はい。こちらもですね、動画を出してます。夏アニメの放送日のね、放送日順、スケジュール順の注目作品ということで、自分はね、24作品から5作品ぐらい、見ようかなと思っていますけど、特にまあ注目の5作品っていうところをね、ピックしまして、ここは中心に、まあ追いながら動画も出していくんじゃないかなと、ちょっと思ったりはしていますので、またね、何かの作品でご一緒いただければ嬉しいかなというふうに思います。ではでは、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でよろしくお願いします。遠山徹でした。